BAN、BAN テレビは、兵庫県加古川市に本社がある BAN、BAN ネットワークス株式会社が運営する、ケーブルテレビ局である、コミュニティ FM 局も運営している。2019年12月18日、加古川市に代わって、阪神電気鉄道が、筆頭株主となり、同社の子会社となることが発表された、コミュニティ FM 局である、BAN。 BAN ラジオについても紹介する。T111CH で放送している自主制作チャンネル BAN、BAN ラジオは兵庫県加古川市、高砂市、加古郡を放送エリアとするコミュニティ FM 局である。番組は自社制作番組のほか、ミュージックバード及び JWave の番組で編成。24時間放送であるが、月曜日の早朝1から5時は放送休止。 開局前に、兵庫県の県域 FM 局であるキス FM 神戸で、開局を告知する CM が放送された。開局後も放送された。大規模災害に備えて、近隣コミュニティ FM 局の FM、ミキ、姫路シティ FM21 と防災協定を結び、張間地域の災害情報やライフライン情報を放送していく模様。姫路シティ FM21 公式サイトには、 東張間地域に BAN、BAN ラジオが開局したことで、姫路周辺や三木市など、張間地域の中心部がコミュニティ FM 局でカバー可能になりました。そこで3局が災害時には円滑に協力ができる、要協力関係を結びますとの表明記事を掲載されている。加古川市においては、2002年頃に別の法人である加古川 FM 放送が、 加古川市周辺をサービスエリアとするコミュニティ FM の開局を目指したが、準備不足により開局を断念、予備免許返上となっており、それから4年経過して BAN、BAN テレビを母体とした新局の開局に至った。BAN、BAN テレビのエリアの世帯に相当する加古川市の90.346世帯、高砂市の25,233世帯、 稲見町8842世帯、張馬町の11934。BAN、BAN テレビでも再放送されており、また道路チャンネルでは BGM 代わりに放送されているので、テレビからでも聞くことができる。2010年10月1日、サイモルレイディオに参加。インターネット、スマートフォンを通じて放送を聞くことができるようになった。 ただし J-Wave 放送番組は、サイモル・レイディオでは、ミュージック・バードの108、または 109CH に差し替えられ、リスラジでは放送休止となる。生放送を月木曜日は、自社制作番組を、計8時間、金曜日は、計11時間、土曜日は、午前に1時間45分、日曜日は、午後の3時間を生放送している。自主制作番組では、 地域の渋滞状況が細かい交差点までカバーされている交通情報がある。他に天気情報や神戸新聞ニュース、東張間西二丁のタウンインフォメーションを追事番組コーナーとして放送。自主制作以外の時間帯はミュージックバードと J-Wave の2曲を採用した混成編成で運用している60年代90年代のヒット方角を 中心に放送し30歳以上のラジオで育ったリスナーに共感を呼ぶ。洋楽と演歌はほとんど流れない。県域 AM、FM ラジオ局の隙間を狙った選曲になっている。かつては J1、ビッセル神戸ホームズスタジアムからの単独生中継、地域リーグ所属サッカークラブ、バンディオンセ加古側の応援番組を駅前で公開放送を実施。また祝日は、字も、 ラジホリリと題して毎回番組企画と出演者を変え生放送。番組内容は公開イベントや街角でのサイン会、物トクイズやアニソン特集などサプライズなものが多い。2007年実施した女性出演者のサイン会には200人以上のリスナーが足を運んだ。最近は BAN、BAN テレビと同時性中継の番組も多数放送している。 大中遺跡祭り特番や、過去川ツーデーマーチ、高佐護砂万堂祭等。この壺根では、DJ のことを、バンソナリティと呼んでいる。またラジオネームは、バンネームと紹介される。2010年春から、自社制作番組、ハリマビートクロッシングを FM 元気と2曲ネットを、開始。また2011年4月より、自社制作番組、シンゴ S バンバン雑誌賞。 花々スタイルがミュージックバードを通じ全国のコミュニティ放送局で放送開始している。2012年4月1日には開局5周年記念イベントラジオの未来を加古川総合文化センターで開催。立花のシンゴターザン参加トークバトルや花花、小野巻子秋、高志の即席ユニット、小野 A キーでライブも開かれ、約2000人のリスナーが足を運んだ。 高校野球予選の市内の学校の出場試合をテレビラジオで同時放送している。試合終了まで放送されるが、前述したように通常の JWAVE の番組の時間に放送される場合は、リスラジでは番組内容に関わらず休止されるので、ネットで聴取希望の場合はサイモルレイディオ経由となる。BAN、BAN ラジオでは、 毎月放送曲一押しのアーティスト楽曲を一組選び、その一曲をバンプレマンスリーと称してヘビーローテーションしている。放送された曲は次の通り。 2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、再放送は一部コーナーを差し替え。平日月から金曜日月から木曜日火曜日。 木曜日金曜日土曜日特別番組過去側のケーブルテレビ BANBAN 阪神電鉄の子会社に兵庫経済2019年12月19日ハイ,ハイパー HD コース加入者を除くハイパー HD コース加入者を除くハイパー HD スーパー HD コース加入者を除くハイパー HD スーパー HD コース加入者を除く ハイパー HD コース加入者を除く開局が実現していれば、送信書、加古川市役所、周波数 82.1MHz20W、コールサインジョスナ7オータムウィンター FM が割り当てられていた幻の放送局、消えた、放送局7時8時55分までは、テレビと同時性放送。8時55分以降はラジオのみの生放送。祝日は休止。 テレビと同時性放送。コミュニティ発全国放送ゾーンの一番組として、ミュージックバードを通じた全国のコミュニティ FM 局にも、同時ネットで放送されるテレビと同時性放送。またテレビのみ16時から再放送あり。同日放送の、ハリマビートクロッシングにもようこっち名義で出演している。土曜、日曜にはテレビでも放送。 コミュニティ発全国放送ゾーンの一番組として、ミュージックバードを通じた一部のコミュニティ FM 局でも放送されているが、金曜日の放送となる。コミュニティ発全国放送ゾーンの一番組として、ミュージックバードを通じた一部のコミュニティ FM 局でも放送 FM 花子では、日曜日0時 -0、32放送。ありがとうございます。